ファイナルファンタジー出たのに、もう終わり？私の本能が上か、舞王子様の本能が上か、身をもって味合わせてあげる。
無事救出し鉄拳太鼓を破ったが、まざまざと女の怖さを見せつけられた半熟ヒーロー。だがそれをも上回る真の女の怖さを半熟ヒーローは次回身をもって知ることになる。戦え半熟ヒーロー、今こそ卵を割る時だ。次回半熟ヒーロー対 3D 第7話、フェロモンの悪夢に。エッグキー、依然見つからぬ私の故郷の手がかりを求めてローポリ大陸の奥深くへとやってきたアルマムーンご一行様であった。フェロモンよ、そう、それも最高に下品で甘ったるいメスのね。他の将軍や兵士たちもみんなやられてるわ。あら、セバスチャンは大丈夫なの？でも厄介なことになったわね。この状況下で攻め込まれたら。名付けてセバスチャンのハーレム電撃作戦ね。どうしたの？こんな安っぽいフェロモンでそこまでヘベレケになることないでしょ！Thank you.
剣とはこうして使うものだ。剣とはこうして使うものだ。軍神アレスに逆らうとは不届き千万。
これではいかがかな。どんかい、ほら。まずは小手しだ。人とは平等な賜物であり。
しょ。